キッド知ってる？スパイアサシンがおらんなったよね。え、ザ・スパイアに？そう、だからキッド VS スパイアサシンできなった。やりたかったのに、何かに撮ってなかったね。キッド VS スパイアサシン、そうやな。じゃあ新しいボスが出たってこと？そう、ラズがボスになった。マジや？うん、しかもめっちゃ強いよ。うん、なんかもう多分過去のボスの中で一番強いかもっていうぐらい強い。え、なんか HP 高いし。いやでもどうなんやろな、ウルヴァリンとかもすごかったし、分からんけど、まあでも結構強いっていう感じがする。そうなんだ、ちょっと僕戦いに行きたいな。じゃあ、おお、戦ってみる？いいね、じゃあ行こうか。あれ、ムトッチ、いつもの言わないの？おーい、え、ムトッチいないんだけど。みんなどうしよう、ムトッチいない。仕方ない、僕一人でやるしかないか。何も知らないんだよね、新ボスの情報。みんな知ってる？多分みんな情報を入手するの早いから知ってるよね。僕倒せると思う？ムトッチいないからちょっと不安だけど頑張るね。てかムトッチ本当にどこ行ったんだろう、全然帰ってこないじゃん。みんなどこ行ったんだと思う？ムトッチトイレとか？でもどうしよう、最後まで僕だけの動画になっちゃったら。まあそれはそれでありなのかな。え、何今の声？もしかして新しいボスの声？ラズの。僕何も知らないからちょっと怖くなってきちゃった。みんな大丈夫だと思う？僕、まあとりあえず頑張るけど。てかね、話変わるけど、最近僕キャットフードにハマってるんだ。みんなキャットフード食べたことある？あれすごく美味しいよ。僕食べたことなくて初めて食べてみたんだ。そしたらすごく美味しくって、きっと猫なのにキャットフード食べたことないのって思うでしょ。僕食べたことなかったんだ。今まで焼き魚とかそういうの食べてたから。だからキャットフード食べて美味しいなって思った時、僕ってやっぱり猫なんだって思った。このデカポン飲んだらボス倒しに行け。みんな応援してて。ムトッチいないけど、多分そこにいる。後ろに深海魚した。何これ、今の何だったの？なんか狂った、ビームみたいなやつ。新しいボスだね。
ってもう結構ダメージ食らってるって感じだった。いた、えいっ、えいよし、もう一つだ。てかまたあれじゃん。でも大丈夫、距離取ってるから、距離取ればいけるね。もうこれ、元地が帰ってくる前に倒すやつじゃん、絶対。本当に何してるんだ、元地。えい、そこだけ。はぁ、あ、よし、倒せ倒せ。はぁ、あ、敵来た、敵来た。やべぇ、ちょっと回復しないと。でもとりあえずミシックのこの弓はゲットできた。やった、これで実際に敵倒してみたいな。てか本当に元地帰ってこなかったね。まだ終わってないけど、動画自体は。あ、間違えた。今まで敵に場所を知られてしまったかも。ちょっと距離を置いて回復しないと、イデキッドで。みんなは新ボスのレズ倒した？僕実際に倒して思ったことは、距離を取るってこと大事だね。近くにいたらなんかビームみたいなので HP がどんどん減っていくし、だから距離を取るっていうのが攻略の鍵だと思った。実際に倒してみて、全然敵いなかったね。まあたまたま僕の時だけ運が良かったのかもしれないけど、あとみんなが学校行ってる時に撮影してるから、今回はまあおかげでレズとの勝負に集中できたけど、そういえばみんなは歴代のボス誰が強いと思う？今回倒した新ボスのレズは少なくとも結構上位の方にいるよね、強さ。HP 高いし、近くにいたらなんかビームみたいなので HP だけ減っていくし、まあ距離を取れば倒しやすいけど、僕はね、今のところウルバリンが一番強いかなって思うんだ。まあ僕が思うだけだけど、みんなは誰が一番歴代で強いと思う？やっぱり今回のラズ？そろそろこの弓を使ってみたいんだけど、敵いないな。ただいまキッド。ごめんキッド、ちょっと休養が入って。そうだったんだ。まあそれは仕方ないね。てかあれやん、新ミシック持っとるやんキッド。ああ、さっき倒したもん、新ボスのラズ。ああ、敵来た。もう来たな。弓は使えるチャンスやん。だね、やばい、警備しないと。わあ、